上空より見たビジャ、ラスエストレージャス地図ビジャ、ラスエストレージャスは南極圏にある地理の町、星の村という意味である。ビジャ、ラスエストレージャスの夜景地理が領有権を主張しつつも南極条約により領有権が棚上げとなっている地理領南極の領域にあるキングジョージ島にあり、地理空軍が管理しているエドワルドフレイ・モンタルバ基地にある。 1984年4月9日回帰となる。位置は、南位62度12分1.5秒、整形58度57分55秒のところにある。人口は、夏冬で変動するが常に住民がおり、その数は80人から150人となる。14棟の個人住宅が建設されている。一時期15人の小学生がいた、小学校があるが、小学校のある、 エスペランサ基地はより南であり、世界最南の小学校とは言えない。観光客用の最大20人が泊まれる宿泊施設、オステルもある。観光客用の土産物販売店もある。病院や郵便局も存在する。YouTube にも関連動画がアップロードされている。ありがとうございます。